こんばんは、今日は5月15日ですね、第441回のですね岡田敏夫ゼミです。じゃあもう早速ですね、今日はもういろいろないっぱいあるんでですね、サクサクいきますね。どうもこんばんは。今皆さんのコメント見てます。大丈夫です。声も合ってますね。今週の配信予定ですね、いつも通り今日がショーシャンクの空にと新ウルトラマンの速報を軽くこっちの方話して、で明日がですねセカンドチャンネルでお便りを読んだりします。で水曜日がですねガンダム講座ですね、宿命の出会いの最終回を語って、金曜日はですねショーシャンクの空に今日話すのの切り出しですね、金曜ロードショーに合わせて。で、来週がですね人生相談をですねまたやろうというふうに考えております。来週のね配信はいつも予定は予定なんですけど、ちょっと急に気が変わったり、これ語らねばということがあったら入れ替わりがあるかも分かりませんけども、よろしくお願いします。で今日のですね大体大きい流れはこんな感じなんですけども、無料の方で「新ウルトラマン」の速報感想ということですね。さっと感想を語ります。ネタバレがほぼない感じですね。で「ショーシャンクの空の」のですね冒頭10分間のカメラワーク、これねいっぱいなんとかまとめたんですけども、無料枠の方では冒頭10分を話すのがちょっと限界でしたね。限定の方では「新ウルトラマン」のちょっと中身に踏み込んだ話で、こっちもね基本的にあんまりネタバレなしです。で「ショーシャンクの続き」で全体構成、演技、ラストの違いを語って、プレミアムの方では「新ウルトラマン」の方のちょっと批判っぽいことを語りですね、あと自殺について、あとパリピ孔明をどうしても今週語りたいと、あとは宇宙要塞ソロモンの話をちょっとしてですね、トレーラーとですねここら辺はプレミアムで適当に話す話なんで、それではですね、早速始めましょうか。いきます。ですね、まずよいしょ、ウルトラマンですね、新ウルトラマンのですね速報なんですけども、とりあえず感想だけ、簡単なですね採点だけですね、岡田敏夫の採点なんですけど、新ウルトラマンですね88点です。シン・ゴジラが95点、シン・エヴァンゲリオンが92点に対して、新ウルトラマン88点ぐらいの出来ですね。で理由を言うとですね、ウルトラマンとしては95点なんですよ。ウルトラマンの新作としては95点、平成令和のウルトラマンのリメイクというか続編のシリーズとしてはですね、ほぼベストですね。昭和のですねウルトラマンのいいところを出しました。で平成令和で昭和では弱かった部分っていうのもちゃんとですねフォローしてる、それもですねやっているということで、ベストではないかなと。で庵野秀明映画としてはですね75点ですね。割と低いです。なんでかっていうと、なんかねどこにも庵野秀明がちゃんといないんですよ。片手間の庵野秀明しかいない、パンツを脱いだ庵野秀明がいないんですね。でそれによって演出が甘くなってるので、庵野映画としては75点で、合計して映画として見りゃですね正直85点なんですよ。85点なんですけども、ウルトラマンだから3点足した感じですね。でそうですね、新なんとかシリーズで言うとジブリで言うとこういう時に名前出して悪いんですけど、宮崎吾朗映画の新作ぐらいですね。僕はゼットンとの戦いの下りでちょっと寝ました。それぐらいの感じです。別に寝不足でも何でもないんですけども、ちょっと寝るぐらいの感じですね。で良かった部分を言うとですね、まず主演の斎藤工とですねメフィラス星人やってる山本浩二、この2人のね演技がすげえ面白い。例えば斎藤工がですね、ウルトラマンなので瞬きしないんですよ。で、それに対して山本浩二の方はですね、そういう一切宇宙人が地球人をやってる不自然さなく、ものすごい普通の演技というかですね、どちらかというと礼儀正しい人間の演技やってるんですね。で、それがですねメフィラス星人の文化を理解して、地球の文化を理解して、おまけに散々味わって人間の真似を完璧に演じきることで、逆に邪悪さを表現してるって感じですね。で斎藤工のですねウルトラマンの方はですね、人間のふりをあえてしないことでですね誠意を表明というかですね真面目さですね、愚直な真面目さというのを出している。この2人の演技の対比、ちょっとこれ限定の方で話しますけれども、この対比がすごい面白かったですね。あといいのはですね、スペシウム光線が必殺武器ではなくてカメハメハになっていると。カメハメハでですね、ベジータ吹っ飛ばされて「クソ!」とかっていうシーンあるじゃないですか。あれがですねウルトラマンで見れるとはまさか思わなかったというか、圧力のある光線ですよね。光線というか光弾なんでしょうね、質量があるような。というわけでですね88点です。第一印象としては、僕の第一印象としては幸せな老後シリーズ、庵野秀明の幸せな老後趣味シリーズの第2弾としては大成功ですね。幸せな老後の趣味シリーズ第1弾は今大阪でやってるですね庵野秀明展っていう庵野秀明の展示会があるんです。あれがね幸せな老後の趣味シリーズ第1弾なんですよ。で幸せな老後の趣味シリーズ第2弾としては「シン・ウルトラマン」ですねとしては大成功で、映画を見に行った観客としての立場としては、見て損はなかったなと。85点以上ですからで期待通りのものが見れたなという感じですね。ここから先はちょっとずつ批判になるのでですね、シン・ウルトラマン最高で岡田斗司夫が褒めるのを聞きたいという人は限定を見ない方がいいですし、プレミアムは絶対見ない方がいいですのでですね、そんな感じであります。ということでですねシン・ウルトラマンのですね感想でした。これぐらい軽い感じですね。もう本当に僕の感想ですから。で「ショーシャンクの空」にですね金曜ロードショーで今度やるのでですね語りたいんですけども、「ショーシャンク」のですね素晴らしさっていうのは演出と演技とカメラワーク撮影、これがですね混然一体と混ざっててですね、何が面白いのか、何で感動するのか、何でこのシーンエモいのかっていうのがよくわからない、このなんだかフィット感にあるんですよね。で無料ではですね冒頭10分の凄さをですね、語ろうと思います。まずですね一番最初からゆっくりいきますね。タイトルですね「ショーシャンク」レデンプションというものかな、ザ・ショーシャンク・レデンプションで出てですね、このタイトルから始まる、いきなりタイトル出てから始まるんですけども、初っ端ですねサスペンス風ですね。主人公アンディがですね裁かれる法廷のシーンからです。で、その次にですね同じように圧が高いですねレッドのですねつまりモーガン・フリーマン、黒人のモーガン・フリーマンおじいちゃんのですね保釈面接テストに続いて、その後開放感がものすごい強い流れるようなカメラワークというのが楽しめる、そういう冒頭10分になってます。タイトルのですね「ショーシャンク、刑務所」っていうのはですね小説の現代、小説のタイトルは「リタ・ヘイワースとショーシャンク刑務所」っていうのが現代のタイトルです。でホラー作家の僕の大好きなスティーブン・キングのですね中編ですね、短編と長編の間、単行本でいうとですね文庫本の薄い目の文庫本1冊あるかないかぐらいのですね流れ分量ですね。でもともとスティーブン・キングは小説家になってですね成功してすぐにですね$1で原作を提供というキャンペーン始めたんですね。それはつまり映画とか作りたいと思っている若者、それはもうプロとかアマチュアを問わずですね、そういう人たちにチャンスを与えるために自分のですね小説のですね映画化権を$1で渡しますと。ただしそれをどのように配給公開するのかに関してはちょっとこちら側に判断させてくださいっていうようなですね、そういうのをやってですね、それでいろんな人にですね、もう学生からプロからいろんな人にですね$1で原作提供してるんですね。でそれでですね新人監督のですねフランク・ダラボンという人がいるんですけども、この人がですねこの「ショーシャンク刑務所」ですね、リタ・ヘイワースと「ショーシャンク刑務所」っていう中編のですね権利をもらってですね脚本にしました。結構時間かかったそうなんです。でこの脚本の出来がすごく良くて、ハリウッドではですね脚本をですね書いたらすぐにエージェントに送って、エージェントがいろんな映画会社や俳優に送るんですね。でそこですぐに目について評判になってですね、結構ねハリウッド中の俳優からですね、オファーが来たそうです。俺は出たいというふうにですね、トム・ハンクスとかトム・クルーズ、あとケビン・コスナーなんかもですねこの主人公のですねアンディ役をやりたかったというふうに言われています。で、結局制作元になったですね、キャッスルロックという会社、これはロブ・ライナー監督がですね「スタンド・バイ・ミー」を作って、大成功した時にですね作った会社なんですけども、ロブ・ライナー自身も「スタンド・バイ・ミー」でなんかすごい評価を得た監督ですよね。同時にプロデューサーなんですけど、俺にやらせてくれと、俺がその「スタンド・バイ・ミー」に続いて大名作、この脚本だったら絶対に名作になるから俺が撮りたいっていうふうに言って予算こう取って、でも主人公もなんかトム・ハンクスでっていうふうにやったんですけども、俺に脚本売れというふうに迫ったんですけど、しかしダラボンはですね必死に抵抗して、いやこれはもう僕が全部自分で監督するために書いたんですっていうふうに言って、自分で権利を抑えたわけですね。でタイトルをですね、リタ・ヘイワースっていう部分を取ってですね「ショーシャンク刑務所」っていうですねタイトルにしたんですね。もうこのタイトルで評論家はですね結構古典版ですよ、正直言って。なんで今更刑務所映画なんだとか、60年代70年代80年代に散々脱獄映画っていうのは撮られてるし、もう新しいもの何もないよとか。でこの内容だったらまず女の人出ないし、恋愛ものにとして成立しないし、これもう絶対に客層が限られてるっていうふうにですね、散々叩かれてですね、結構叩かれてものすごい苦労したんですね。で「ショーシャンク」っていうのはですね、スティーブン・キングが作り上げた架空の地名ですね、アメリカのメイン州の中にある架空の地名、そこの刑務所が舞台です。で、ファーストカットですね、この真っ黒の画面からねまた暗いところに変わってね申し訳ないんですけども、車の中ですね、夜の車の中でですね前を見てる主人公のアンディですね、この、ハリウッド中の俳優から売り込みがあったっていうんですけども、フランク・ダラボンはですね、ティム・ロビンスですね、一応ね経歴10年目なんですけど、まだまだティム・ロビンスこの時に若手なんですよ。で理由はね、なんでティム・ロビンスを選んだのかっていうと、何を考えてるのかわからない、ちょっと不気味な感じがするからだっていうふうに言ったんですね。でおまけに気弱そうな顔してるのに身長が195センチもあると、やたらでかい気の弱そうな、何考えてるのかわからない男だと。で実はですねこれ「ショーシャンクの空に」っていう映画の中でも原作の小説の中でも、実はアンディは主人公は無罪として描かれてないんですね。全くですね分からないと描かれてるんですよ。妻殺し、奥さんを殺した、奥さんとその愛人を殺したという罪で捕まって、本人は無罪だと言い張ってるんだけども刑務所に入れられたっていう、本人は語るんだけども本当はどうか分からないと。だからこのオープニングでもですね、実は奥さんを殺してるようなというかですね、それを否定するような描写が一切ないんですよ。見てる人間はあれ本当なの、こいつが言ってることは本当なのって、で感情移入できないんですよね。こう尋問されてるシーンと、でその尋問に対して答えてるシーンなんですけども、目線がちょっと変わるだけなんですよ。やや下を向いてる目線からやや上を向いてる目線に変わるだけで、表情が全く読めないですよね。で原作小説でもですね、さっきも話したようにこれアンディが無罪だっていうですね作者の客観描写一切ないんですよ。でこの映画の中で描かれる彼の人間性、アンディという人がどんな人かっていうのがだんだん分かってきて、初めて観客は「あ、こいつは無罪に違いない」っていうふうに確信するようになってる、そういう仕組みになってるんですね。でそのプロセスはレッドっていうモーガン・フリーマンが演じる黒人のおじいちゃんがアンディを見る目と同じなんですよ。っていうのはショーシャンクの刑務所に入っているですね囚人たちは全員自分は無罪だ無罪だ無罪だって言ってるんですね。でモーガン・フリーマン演じるレッドも俺も無罪だよというふうに言ってるんですけど、小説の中ではいやーなんか俺は刑務所放り込まれて当然だ、だって嫁さん殺したからねっていうふうに語ってるですねみんな無罪で語ってるから、その意味ではですねなんかみんなカードが自分のカード、本音のカードっていうのを出さない状態ですね、みんな無罪というふうに言ってるんで。ところがモーガン・フリーマンレッドはですねだんだんこのアンディっていうのは本当に無罪なんじゃないかなというふうに思うようになってくる。それは映画の中の彼の人間性の行動ですね、それで分かるんですね。でそれをですねやっぱ観客に与えるために、この一番最初の妻をですね、殺そうというか銃を持って妻の浮気シーンを見に行くシーンと、それを回想している裁判のシーンでですね、一切人間性を出さないような表現してるんですね。なかなかこう渋いやり方です。で、まあ表情ほとんど変わんないんですけども、嘘を言わないんですね、この人。だから自分の不利なものであってもですね、淡々と証言するんですよ。だから意志力が固いから陪審員のね同情が得られないんですね。かわいそうに見えないんですよ。でここのシーンぐらいがフィックス、いわゆるカメラ固定で撮ってるので、このあとねこの映画延々カメラ動くんですね。これが今日語りたいですね無料の部分での「ショーシャンクの味方」冒頭10分のすごさ、カメラが延々動き続けるんですけども。で判決が出ます。判決シーンですね。もうここからしてですね、カメラが裁判官のが語り始めて語り終わるまでカメラがずっと後ろを引いていくんですね。でこれもズームではなくてドリーっていうですねレールを引いて、カメラがレールの上を動いていって徐々にカメラが後ろになっていくことによって裁判官がどんどんロングショットになっていくんですね。で判決というカットではクローズアップからロングになってます。これなんでかっていうとインテリの凶悪犯の言ってるですね嘘に騙されないぞという意志力の顔を見せてから、客観的になっているんですね。裁判官の人間性を見せようというんではなくて、発言内容、告げられている罪の重さにですね観客の注意が持っていくようにですねどんどん顔のアップから引いていく。これね引いていくとね物事って客観的に見えるんですよね。寄っていくと主観的に見えて引くと客観的に見えるというのはこれはもう本当に映画の基本法則ですから是非覚えておいてください。主観的な、裁判官の顔から徐々に引いていって裁判官の上半身になって話してる内容が客観的な事実として伝わってくると。でそれに対してアンディ、判決を聞いてるアンディ逆なんですよ。カメラ動きっぱなしです。アンディのロングショットからですね顔のクローズアップいくんですね。つまり、アンディはこの判決を聞いているという意味からアンディがどんなことを考えているのかというアンディの主観の中へカメラが入っていきます。で正義と公正さを信じていたアンディはだからこそ正直に自分の不利になる証言でもしたわけですね。アンディは裏切られて、これね怒ってるんじゃなくて当惑してる、驚いてなんかこう訳が分かんなくなってる顔なんですね。で裁判官と逆なんですよ。裁判官とは逆にその聞いている表情からアンディの内面へ向かわせるように意識をいざなうためのですねこうクローズアップっていうのをやってます。で直後この判決が出たアンディの絶望の顔が出た直後画面が真っ暗になるんですね。もう暗転です。真っ暗になるんです。でこの暗転真っ暗になるのはアンディのこれからの運命を知らせるためっていうのと、あとそのレッド、モーガン・フリーマンのですね次のシーンへのつながりですね。これ演出が演技を助けてるわけですね。さっき一番最初に話した「スタンド・バイ・ミー」っていうのは演出と演技の見分けがなかなかつきにくいっていうのはこういう役者さんの演技を演出が助けてる、両者がですね補完し合ってるんですよ。でシン・ウルトラマンの時にですね映画としては75点かなって言ったのはその演技を演出が助けるようなカメラワークがあんまりないんですね。なので映画としてはちょっと未熟だなというふうに僕は感じたのでちょっと点数低い目になりました。こういうふうなですねで判決を受けてですね真っ暗になります。そうすると次ですね真っ暗なところにですねドアが開いて人がずらりと並んでますね。これはですねレッドですねモーガン・フリーマンのですね保釈するかどうかの会議ですね。でその審査員がですねこうずらっと並んでて逆光になってるところですね、になります。で真っ暗な廊下にドアが開くと逆光で保釈審査の、委員たちが並んでるのが見えるわけですね。でレッドが彼らに弁明しますですね。レッド役のモーガン・フリーマンですね。モーガン・フリーマンね実はですね子どもの頃から演劇好きだったんですけども仕事にはならなかったんですね。結局仕事にするほど売れもせずですねアメリカ空軍の整備員になってました。で整備員結構やってたんですけども30前にですねやっぱ俺役者になりたいっていうことでですね俳優を目指してですね最初ロサンゼルス行ったんですけれどもハリウッドの売り込みに失敗して30歳前にですねニューヨークに行ってニューヨークの一応ブロードウェイといってもオフブロードウェイですね小さめの劇場の舞台に立てるようになりました。しかしですねこの30歳の頃ニューヨークでやっとちっちゃい劇の舞台に立てるようになってからですね、50歳になるまでずっともう本当にブロードウェイでのちっちゃい役をもらうのと、あとテレビシリーズで時々ですね、本人が言うにももう金のためにやってるというような小さい役をですね、時々もらうぐらいですね、全く売れずですね、子供向けのですね番組とかにもいい解説をするおじいちゃんの役で出たんですけど、それが代表作と言われるぐらい本当に30歳から50歳まで売れない役者だったんですね。で50歳過ぎてもパッとしないもので、52歳の時にようやっとドライビング・ミス・デイジーでですね、アカデミー賞を取るような映画でですね、そのメインキャストですね、運転手の黒人の役をやってようやっと注目を浴びた、それぐらいのキャリアの人です。で、スティーブン・キングの原作ではですね、お話全体の語り手であるですねレッドっていうですね役はですね、もともとアイルランド系の白人だったんですね。白人の設定だったんですよ。ところがですね、プロデューサーのですねリズ・グロッツァーという人、女性ですね、プロデューサーのリズ・グロッツァーは「いや絶対彼でやるべきよ」と「モーガン・フリーマン知ってる？ドライビング・ミス・デイジー見た？すごいわよあなた」と。この映画でなんだろうな、レッドやるんだったらあの人しかいないわよって言って猛プッシュしたんですね。でダラボンがしぶしぶ受け入れて、実際に会ってみるとすごいいいと。いやもうこれもう原作で白人って書いてるのも関係ない、これはもうモーガン・フリーマンで行こうと言って、結構ねリズ・グロッツァーの説得に負けて入れたんですけども大成功でした。でリズ・グロッツァーっていうね、この女性プロデューサーメイキング「ショーシャンクの空に」てですね、これブルーレイとか DVD 出てるんですけど、この中にですねメイキング映像入ってるんですね。でメイキングのインタビュー見てもですね、結構喋る人なんですよ。で結構推しが強い人なんですけども、この他にもですねこのリズ・グロッツァーがですね、やらせたですねダラボン監督それじゃダメよこうしなさいって言ってる改編がいくつもあるんですけども、原作ではですねラストはですねメキシコ国境に向かうバスの中ですね、これからひょっとしたらアンディに会えるのだろうかっていう希望を持っているというシーンで終わるんですけども、でもダラボン監督はですねスティーブン・キング大好きなんでもうその通りで考えたんですよ。ところがですねリズさんはですね「いやあんた何考えてんの？」と「この映画予算いくらかかると思ってんの？」って一応売れてないとはいえ主演俳優もですねそこそこのキャリア3作ぐらい主演があってですね、で刑務所のロケとかもあって結構セットも組んで大予算よと。でそんなもんで映画が成立するはずないじゃないと、あんた芸術撮ってんじゃなくて大衆映画撮ってんだから、ラストはそれはもう2人が感動の対面で青空白い砂浜青空で2人がもうがっちり抱き合うとこまでやんないと絶対に許さないわっていうふうに言って猛プッシュして本当にその通りになったんです。なので映画大ヒットしたというですね、なかなか我の強い監督なんですけども、結局ですねダラボンの映画でですね、このあとダラボンはグリーンマイルとあとミストという映画、同じスティーブン・キングの原作ですね、このあと2本撮ったんですけども、やっぱアカデミー賞の候補ノミネートになったのは「ショーシャンク」だけなんですね。だからなんだかんだ言ってこのリズ・グロッツァーというですね推しの強い女性プロデューサーとの相性がすごく良かった。で割と好きにさせるとちゃんといい映画を撮るんだけども、商業的成功っていうのをバッチリ収めるというわけにはなかなかいかなかった、そんな感じですね。すいません、話がちょっと横にそれましたけども、で、モーガン・フリーマンはですね売れない役者のままこの時すでに57歳なんですよ。売れない役者のまま57歳という人生すごいですね。しかし演技が素晴らしい。例えばこの口半分ずっと上げてるんですね。でこれねやっぱり、慣れないっていうのかな、何年に1回か多分保釈申請が通ってで面接があると思うんですね。でそれのですね委員たちに自分はもう罪を反省してる、で社会に出ても真面目に働きますっていうのを一生懸命言ってるんですけど、口がずっと半開きで目が上目遣いなんですね。で、この下を見るとですね左を見て右を見てますね。だから視線がねずっと一定しないんですよ。つまりずらりと並んでいる委員の誰が自分の味方になっているのだろうかと、口を半開きにしたまま左見て右見て誰か自分の味方になっている人をうろうろ探してるというふうな演技なんですね。だからやっぱりねこびようとして機嫌取ろうとして信じてもらえないんですね。しかしね、これがね、面接のシーン合計で3回あるんですけど、3回目のですね、面接シーンになると口をちゃんと閉じて顎を引いてですね、自信ありげな態度に変わっていると、それをもうしっかりと演じているですね、モーガン・フリーマンの演技素晴らしいです。で、よいしょ。仮釈放不可というスタンプが、リジェクトっていう却下っていうハンコがボーンと押されて、モーガン・フリーマンレッドはですね、仮釈放されませんでしたですね。でこの人レッドはですね、20歳の時に自分の奥さんに保釈金をかけて、で自動車のブレーキに細工して奥さんを殺そうとしたんですね。で事故死させたんですよ。ところがその時たまたま奥さんだけでなくて、奥さんが近所の別の奥さんとその子供を乗せたわけなんですね。でそのまま事故しちゃったもんなんで三重殺人ですね。つまり、殺人、その自分の奥さん、他人の奥さん、その子供とですね3回裁判 されてですね、でそれで終身刑になっちゃったっていうですね、無期懲役になったっていうですね、そういう犯罪者です。で保釈が通らなかったのにですね、保釈のですね、申請場所をですね出たレッド笑ってるんですね。なぜか笑ってるんですよ。でこの理由が後で明らかになるんですけども、とりあえず保釈委員会の人らにですね、おどおどせずに済んだと。ずっとね、面接でいろいろ言われて機嫌取るようになったのから解放されて、ほっとして空を見てるんですね。もうレッドにとってですね、この時にですね刑務所に入って20年目ですから、20歳の時に入ってもう40ですからですね、実は刑務所こそがもう彼の人生なんですね。そこにも仲間がいて人生の半分以上ですね暮らしてるわけだから、ここが我が家なんですよ。なので外へ出たい、保釈されたいという気持ちはあるんだけど、保釈がダメだった時に割と微笑んでしまう、そういう人生なんですね。で周りにですね、レッドの周りにわーっと仲間が集まってきます。たちまちレッドは刑務所のですねいつもの仲間たちに囲まれるんですね。でレッドはですね、調達屋と言われるですね刑務所の中に外のものを運んでくるというか、調達して配るっていうですね、そういう仕事をやってるんですけども、刑務所の中の顔役の一人なんですね。だからこんなに仲間がいる。でこの、レッドがですね外へ出てくるシーンからですね、こっから先ずっとカメラ動きっぱなしなんですね。このシーンでもカメラが、動いてます。レッドの歩きに合わせてですね、カメラはドリー移動ですね。ドリー移動というのはですね、地面の上にレールをきちんと引いてカメラを滑らかに動かす動かし方っていうのをずっとしてます。これね結構手間かかるんですけど、ショーシャンクの空にってね、最初の10分ずっとカメラドリー移動なんですよ。ずっと移動しっぱなしなんですよね。これの理由も最後の話します。でそういうふうにしてるとレッドが歩いてるとですね、でかいサイレンが鳴り出すと、サイレン響く。そうするとそのサイレンを聞いたですね周りの囚人たちが一斉に走り出すんですね。このサイレン何かっていうと、ショーシャンク刑務所にですね新しい新人が入ってきたぞ、新人が来たぞというふうなことでみんな興奮して、新人の顔、どんなやつらが来たんだって一目見ようと運動場の端まで走ってるシーンなんですけども、ここまでですね冒頭からずっと圧迫感のあるシーンなんですね。でレッドが外へ出てくるシーンでもですね、あえて空とかを映さずにですねずっとカメラは下に置いといて圧迫感のある画面、一番最初夜アンディが妻の浮気現場を見に行くところも車の中ですごい圧迫された画面で、次に裁判を受けるシーンでもですね天井のですね、低さというのを意識させるような圧迫した画面でギューッと上下に圧縮した画面なんですね。でその時真っ暗になってアンディのレッドの保釈員のシーンもですね圧迫感があって、ようやっと外へ出たんですけど、カメラがですねあえて上を映さずにアンディの仲間たちを目線を同じで映してると、ずっと圧迫感のある画面だったんですけど、次のカットでですねいきなりスケール感のある開放的な画面になります。ですねこの白いトラックが左から右へ動いてこの道をカーブするんですけどもですね、この白い車はですねトラックは囚人を乗せた護送車なんですね。でこれ最初クレーンかと思ったらですねカメラ位置がどんどん高くなるんですよ。で護送車を追いかけ出すんですね。実はヘリコプターによる空撮なんですよ。当時ドローンとかないからヘリによる空撮ですね。でこの車が左に曲がって画面の奥へ進んできます。でそれに対してヘリの空撮はどんどんこの白い車を追いかけます。でついに白い車を追い抜いてしまうんですね。そうするとその向こうにコンクリートでできた不気味な建物ですね、レンガとコンクリートでできた不気味な建物が見えます。観客の意識はですね、この白い車から建物の方へ行くわけですね。で、カメラがこの建物をだんだん寄っていって、もう空撮ですからですね、建物を越えるんですね。そうするとレッドに閉じ込められているショーシャンク刑務所だっていうのが分かるんですね。ゴチック建築です。ゴチック建築特有の縦長の細い窓が周りに一面にありますですね。このゴチック建築の縦長の細い窓っていうのがやっぱり威圧感と不気味な感じですね。もう幽霊が出そうな感じを表すんです。で空撮してるカメラはこのままその建物の近くに寄って建物を乗り越えてその向こうの景色を見せます。向こうにカメラが向こうに行くとですね、中庭、これ建物ですね、中庭が見えて、その中庭いっぱいに囚人がいるんですけど、こいつらがですね、次のカット一斉に走って左の下の方へ走っていくんですね。うわーっていうものすごい人数が走って、サイレンが鳴り響いてですね、みんなが隅の方へ走っていくのが分かりますですね。で、このままですね、このヘリコプターの画面ぐるーっと回り込むんですね。今、手前から向こうを映してるんですけど、このままカメラはですね、ヘリは移動してですね、反対側からのショットになります。でこれ反対側のショットになったところなんですけども、全部ワンカットですよ。一番最初のそのさっき話した護送車のロングショットからここまで全部ワンカットなんですけども、回り込んでる最中にですね、こう旗が見えるんですね。この旗まで一発撮りです。この旗は何かっていうと、メイン州の旗章なんですね。紋章なんですよ。これが一瞬見えて、アメリカ人だったらこれメイン州の刑務所なんだっていうのが分かるですね。そういうふうなカットですね。で、で回り込んでですね、でこれさっきと逆側になってるんで、囚人たちはですね、右から左へ通してたんですけど、このカットは逆さまから撮ってるので空撮で逆に回り込んだので、左から右へうわーっと走ってるんですね。でカメラはこのままですね、囚人たちと同じようにですね、左から右へ移動するとこのショットになるんですね。ちょっと分かりにくいんですけど、これが刑務所の壁で、こちら側に囚人たちがうわーって走り寄ってきてるんですよ。ではるか向こうに白いトラック、さっきのトラックが見えるですね。ここまでワンカットですよ。本当にもう何回リハーサルしたんだですよね。驚異の空撮なんですけども、田舎道を走るその白い護送車で、向こうに見える刑務所とそのディティール見せたと思うとですね、その刑務所を乗り越えると、そこの運動場中に囚人がいて、囚人たちがうわーっと走ってると。でその走ってるところをたっぷり見せながら、ヘリコプターがぐわーっと回り込んで逆さまになる時に、ちゃんとメイン州の旗がはためいてるのをカメラのセンターになるように映して、でさらにヘリが進んでいって、刑務所の反対側の壁が映ると、はるか向こうにさっきの白い車がもう一回見えるっていうですね、そのワンカットでこうカット内で状況っていうのを全て見せると同時に、カメラも動いてるし、中の登場人物も全部動いてるんですね。白いトラックなんだと最初思わせて、あ、トラックが向かっているのは刑務所だと。でなんで囚人たちが走っているのと思わせて、あ、トラックが来てるからだっていうですね、カメラずっと動くってですね、これこのタイミングがものすごいベストの一発撮りなんですけども、でここまで見せてですね、今度ポンとこのトラックの車内にカメラ行きますですね。トラックの車内に行くんですけど、まだカメラ動くんですよ。あとはこれじゃねえこれも外して、トラックの車内に行くとですね、次トラックの一番後ろの席に座っているアンディですね、不安そうな顔してるんですけど、周りにですね囚人たちがいっぱいいてギチギチに混んでるんですよ。でギチギチに混んでるんですけど、このカメラもやっぱりフィックス止まってるんではなくて、手持ちカメラでアンディの顔まで寄っていきます。なんで手持ちカメラにしてるのかっていうと、やっぱそのアンディの心の不安っていうのを描きたいからですね。でこの時はもうドリーでレール引いてちゃんと動かすんではなくて、あえてギチギチの狭い車内をカメラマンが手持ちのカメラでこう寄っていくことによって、カメラを動かないようにしてるんですけど、やっぱちょっと微妙に揺れるんですね。だからトラックがその揺れている様とかですね、アンディの不安な感じっていうのをですね、ちゃんと映していますですね。まだカメラ動くかとびっくりしたんですけど、アンディの表情ですね。で表情アップのとこまで寄るんですけども、手持ちの揺れでアンディの不安というのを物語ってるんですね。で次ですね、ようやっとカメラは固定になってですね、これ囚人の車の運転席の窓から見た外の風景なんですけど、カメラ止まってるんですけど外の風景が動いてるんですよ。で外の風景が動いて、ハンドル切って周りが動くと、ようやっと正面にですね、看守たちがずらりと整列しているのが見えるんですね。カメラは固定ですけど周りの風景が動いてます。で車が向かってる先に整列してる看守たちが見えて、こちらは止まってるんですけども、その周りにですね囚人たちがどんどん集まって大騒ぎになってるんですね。この大騒ぎになってる囚人たちとぴったり動かない看守たちっていうですね、対照的なシーンっていうのを撮ってます。でまだカメラ動きますですね。囚人たちがですね、この右から左に行くんですけども、アンディと仲間だけはですね、左から右へ動いてます。でアンディが指さしてるのはですね、ちょっと高いなんか壁みたいな場所あるんですね。そこが登れるんですよ。でアンディたちだけはその壁を登ってですね、高みの見物になるわけですね。ちょっと見下ろせる場所を探して、でこの時もですね、レッドと一緒にですね、カメラはドリードをしてます。で、次のカットですね。この奥のですね、監視小屋からですね、ライフルを構えた、看守がですね、2人出てきますですね。で、ここもですね、カメラ動いてます。カメラずっと動いて、2人出てきてライフルを下に向けるんですね。でライフルを下に向けるのは何でかっていうと、そのカメラ、この2人を映してるカメラがそのまま下を向くとこういう風になってて、でさっきの柵の周りにものすごい数のもう囚人が集まって、ようやっと白い車が入ってくるわけですね。でやっとこのカットでカメラ止まります。止まった車のドアをですね、看守が開けるシーンですね。ここでやっとカメラ固定で、一人ずつ囚人が引きずり出されて、その一人ずつ不安な表情を見せるためにカメラ止まるわけですね。ここまでですね、映画開始からですね10分なんですよ。超高密度の撮影技術、あと演技ですね、演出のですね、とんでもない技が次々と繰り出されてですね、もう本当に圧倒されるですね、すごい映画です。冒頭10分だけでもですね、金曜ロードショーですね、ノーカットとはいかないだろうけども、冒頭のねアンディのね裁判シーンカットされるんじゃないかなと思って、だから金曜ロードショーの編集からすると多分ね、モーガン・フリーマンレッドのですね保釈申請のシーンから始まる気がするんですけど、ちゃんと十分この、すごいカメラの動きは堪能できると思うんでですね、見てください。お疲れ様でした。今日の無料はここまでです。感想や質問あればですね、投稿フォームからよろしくお願いします。やっぱり40分ぐらいかかっちゃったね。ここから先限定になります。新ウルトラマンの話ちょっと続きして、あとショーシャンクのですね、お話の全体構成ですね。あとはさっき話したそのモーガン・フリーマンの演技のものすごさっていうのをですね、ちょっと語りたいなと。あとはラストの違いというのを具体的に説明しようと思います。プレミアムもこんな感じでやっていこうと思います。来週ですね、5月22日はですね、第442回ですね、サイコパスの人生相談ですね。質問や相談は専用の投稿フォームのみで受け付けてますので、投稿フォームのリンクよろしくお願いします。そちらからお願いします。相談してですね、読まれた方にはですね、読まれた方全員にこの特製のステッカーですね、このステッカーを差し上げてますのでよろしくお願いします。こんな魔女の宅急便風のステッカーですね、これを差し上げてますからよろしくお願いします。人生相談だけでなくですね、お便りや励ましも僕のエネルギーになるのでですね、是非よろしくお願いします。では無料はここまでです。限定に切り替えてください。はい、切り替えました。おっしゃよっしゃ、切り替わった。